どうも、なおちんでーす。さあ、今日はめちゃくちゃ懐かしい名作、ダンジョン&ドラゴン、シャドウ・オーバー・ミスタラやっていきたいと思います。よろしくお願いします。知らない人は多いかと思うんですけども、これ、アーケードゲームで、一番面白いんじゃないかなっていうタイトルですね。これ、すっごいゲーセンでやってました。で、プレステ3でソフトがあるみたいで、知り合いから借りてきたんですよね。ちょっとやってみようと思います。難易度を、ちょっと、まず、思い出さなきゃいけないので、4、半分ぐらいで、行きましょう。いや、懐かしい懐かしいもう今ね、どのゲーセン行ってもこれないもんね。でね、魔法使いが一番得意だったんですけども、そうね。剣士じゃちょっと、普通すぎるので盗賊でやっていきましょう。ちょっと待ってよ、待ってよ、待ってよ。操作に慣れないといけないね。攻撃にジャンプ、はいはい、あ、 OKOK、 OK、 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 ちょっとこのコントローラーがね、これだからちょっとやりにくくはあるけども、大丈夫か。多分いける、くらったりする。まだ最初からくらったりしてもいいの。 OK。 盗賊はね、基本的に使いやすいんで大丈夫かな。 OK。 多分いけそう。かなり思い出さなきゃいけないんですけども、いきましょう。タイプ C が確か頭装備をしてて最初から強かったんだよな。 OK。 あのね、ゲームセンターではね、ゲーセンではね、ワンコインで余裕でクリアできてたんですよね。うん。で、昔ね、まあ、お金がね、全然ない頃、これですごいね、時間を潰してた。これ、全クリするのに1時間ぐらいかかるんですよ。1時間ぐらいかかるんで、覚えてるもんだね、覚えてるもんだね。すごい、これは、コスパのいいゲームなんですよ。まあ、やられるときはほんとすぐね、慣れてない人とかは速攻でやられる。けども慣れてしまえばマジで余裕でワンコインでクリアできちゃう。よし、一応ね、全キャラでクリアはできたんだけども、 OK。 まあ、その中でも得意だったのは魔法使いと盗賊かな、は得意だったね。よし。盗賊はね、敵からね、物を盗んだりするんで、これが面白かったのよ。この序盤ではありえない、ダイオイルとかね、ダイオイルっていうなんか、爆発するやつがあって、そういうのを盗んだりして、強かったんだよな。はい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 、いたね。オーケー、あー、オールベア、卵、これ、なんだったっけ？オールベアの卵は、何のアイテムだったっけ？これ、店で売ったりするやつだったっけ？覚えてないな。いった。よし。火力は高いんだけどね、盗賊は。防御できないっていうのが、弱点ではあります。オッケー。最初のボス、もう慣れるまではね、この最初のボスすらめちゃくちゃ強かった。ちょっと待って、待って待って、この辺か。よし、オッケー。いた、いたいって。よし、
オーケー。よし、もう余裕だね。はい、いけるもんだ。覚えてる覚えてる。とりあえず最初のボス撃破。うんうん、いや多分ね、やるの20年ぶりそんぐらい、20年ぶりぐらいですけども、いけるもんだね。うん、この前東京にね行った時に、秋葉原でこれないか探してたんだけど、どこにもやっぱないんだよね。うん、東京すらないから、やっぱり地元熊本にあるはずはないよね。あ、当たってる道、多分道順当たってるとは思うんだけど。で、こいつは別に何も、うん、落とさないから盗まなくていいよね。はい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 。お金は大事だからね。お金はしっかり集めていきましょう。このね、川下りで、どんなルートを通るかによって、ああ、この人慣れてるなっていうとか、そういうのが見てて分かってたよね。あとはもう全部下に行けば、あ、違うか、上だったっけ。いやいや、当たってる当たってる。上下下だったような気がするんだよな。 OK、 これが多分一番お金が多く入手できるルートだったと思う。何持ってるっけ。特にいらんか。危ない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 。あ、いった。ちょっとちょっとザコにそんなダメージもらうな。いかんよそんなんじゃ。うわー、懐かしい装備。まあいいわ。 OK、 この落石でダメージ受けちゃったりするのよね。だからしっかり回避して無敵になっとかないと。あそこ危ないんだわ。よし、おっしゃ、オッケーオッケーオッケー。行きましょう、ボス。いった。ちょっと待って。ガタッチャッなあ、ちょっと。ちょい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 。こんな難しかった?ちょっと待って、回復。ちょいちょっと、ちょっとジャンプしてしまう。オッケー。よし、オッケー。もう倒したい倒したい。よし、追撃ができないっていう。危ねえ、危ない、やられたくない。よしよし、いけた。待って、これスライディングがうまく発動できない時がある。やっぱり、ね、このコントローラーよ。このコントローラーではなかなか難しい。ハンマー いるよね、ここ。で、ダガーもいる。オイル絶対いる。これでいいかな。うん。そのステージの最初ぐらいになれば、どんなとこだったかなっていうのは大体思い出すんだけどね。はいはい、ここだ。やっぱりね。ここはダガーとハンマーが絶対必要。お、よう出したな。いや、たまたま今のは。はいはい、しゃいしゃいしゃい。危ね。で、盗賊は鍵がいらないっていうのがいいよね。
あー、ちょっと、うん、危ない危ない危ない危ね、危ない、危食らってるし、オッケー、これで使うんだな。ちょっとなんか今拾ったでしょ。オッケー、いや全然ダメ、全然ダメだわ。これ倒しきれなかったらなかなかきついんだよな。いた、よし、よっしゃ、ちょっと、いけ、いける、よし、よし、よし、こんなところでまだやられたくはない。いやでもね、慣れるまでは本当に全然余裕で負けてたからね、こんなところでも。よし、で、ここはオイルよ。この HP でいけっかな。いけるね。危ない危ない危ない。よしよし、来た来た。あ、まだまだまだ。これ結構 HP 管理が難しいのよね。もうちょいかな。もういいか。多分大丈夫。痛い痛い痛い。バカ。もうちょっとコンティニューします。もう、いや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 、今のはちょっと雑魚にやられた。いやー、まさかこんなところで一回やられるとは思わんかった。いやでもまあまあ、ほんと久しぶりでね、このコントローラーっていうのでここまで来れたっていうことはいいでしょう。OK、 まあまあ慣れていけばいい。でこっから2つのルートに分かれるんだよね。どこだ、スカイだ。うん、スカイに潜っても、なんだっけ、ホーリーベンジャーだっけ、あれは入手できないんで、アインスン行きます。で、ここで、おお、よう覚えてんな。ナイス、ダイオイル。これこれ、このダイオイルっていうのが超重要。まあ、重要って、ま、わけでもないけど、これがあるとすげえ楽なのよ。 OK、 よっしゃ。だからこのヘルハウンドからは確実に入手していきたい。まあまあ絶対出すわけじゃないんだけどね。にゃっ、ナイス、オッケー。でこのロッド・オブ・ライトニングが欲しい。いた食らっとるや。よし、オッケー。でこれ盗賊じゃなかったらね、鍵開けがなかなかむずいんだけども、盗賊だったらば、おー、ナイス、いいね。回復アイテムが出てきてくれるとすごい嬉しい。危ない、いいじゃん、食らっとるし。動き悪いよ。ブローチはいらない。いやほんとね、
こういうゲーム、これが最高傑作じゃないかな、本当に。あ、コボルト、ここで初めて出てた。危ない、ちょっと待って。危ねえ。下は倒していい。うん、あーはい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 、フレームシールドで出るのね。あー別に強くもない、使う場所は限られてるっていうね。うんうんうん、いた、ちょっと待って、今のはよくなかったよ、動きが。あ、いった、動き悪っ。あ、違う。出さねえな。オッケー。よし、オッケー。5、6個今入手できてたんじゃない？よっしゃ。あ、逃げんなよ。そろそろ敵が逃げる頃かと思います。逃げた。あー逃げられた。え、ここ入れるっけ。あ、入れたね。よし、 OK、 しっかり回復してボスに挑みましょう。ここが、オーガだったっけ。ここのボスは、ボスが何だったかっていうのはちょっと覚えてないけども、確かオー、あ、兄弟だ、ブラザーだ。うん、あの、うん、オーガブラザー。よっしゃー、なかなか目当ての装備を出してくれないね。でもいいさ。 OK、 ここでダイオイルは使わない。うん、使いたいけども。おいし、火力すげえな、やっぱり。しっかりと敵を誘ってから攻撃していく。2匹になるとなかなかね、嫌なやつなんだけど。危ねえ、あ、分かってるって分かってる。いた、ちょっと待って、無理やり攻撃しすぎ。 OK、 危ない危ない危ない。よし、ちょっとハンマー取らせて。もうこいつがちょっとうざいか。いや、しゃい、いや、いいダメージ、いいダメージ、本当にめちゃくちゃいいダメージ。よし、来い来い来い、しっかり誘い込んでね。ワンのこいつは強かったよね、これの初期作。OK、 2になってやっぱ難易度は下がった。1が難しすぎたもん。はい、余裕。いや、意外といけるもんだわ。アローは基本的にいらないんだよね。で、うん、次どこ、次誰かが分かんない。まあまあ、オイル買っといてはいいでしょう。あ、マンティコアだ。ならオイル OKOK。 よしよし、ちょ待てよ、待ちなさいよ。危ない。
こいつはもう、あぶねっ、あ、いや、ちょ、うん、シェイ。そういうのあったか。オッケー。じゃ、ここからはめましょう。このオイルはめがね、こうやってる人は、これ使うんだよね。よし。まあ、こいつにわざわざ使わなくても、よかったろうけども、まあいいじゃないですか。はい。で、次のボス誰だっけ？いや、覚えてない。次のボス誰？オーケー、回復アイテムは嬉しい。あ、イヤリング、ナイス。シルバーダガーは持っていくか。はい、あ、うん、覚えてる。こいつらどいつ倒しても、アイテム落とさないんで、倒さなくていいんだ。で、自分の後ろに回り込む習性があるんで、こう、こっちに持ってきて、こう倒してたよね。うん。はい、はい。OK。いや、ゲーセンみたいなさ、コントローラー欲しいな。あれでやりたい。よし。あ、OK、倒した。え、次。あ、こいつを、え、こいつさ、え、バトルアックス落としたよね。でっかい斧の武器。いやいやいや、両手持ち剣、両手持ちの斧を落としたような気がする。盗みで結構レアだけど。で、それを持ったね、ドワーフが結構強かった。うん、両手持ちのやつってね、盾が装備できなくなるんだけども、強かったよね。あー、はい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 。なんかスリング使ってなんかやってなかった？よし、落とさんね。はい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 、よし。よし。落とさない。できれば。OK。大オイルが欲しい。はい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 。このスリングコンボみたいなの、やってた。で、あと1体いるでしょ。よし。あ、大オイルもう9個ある。うん。あ、9個あるならもう十分だわ。ただ、ワンドは欲しいんだよね。ちょっと待って、オイルは？あ、オイル1だ。な、オイル、あ、ワンダーエッグか。これなんだ、オールベアみたいなのが出てくるのよね。でも、いらんかな。うん。あ、ここは抜けていい。うん。倒せないから。え、ここボス誰だったっけ？ここのボス忘れた。ああ、覚えてる。ここで戦うんだよな。オーケー。ここが確か安全地帯だったはず。オーケー。え、ここボス誰？リッチだっけ？いやー、覚えてない。いや、でもなんか、このステージは、あれが出てきたような気がするんだよね。となると、いや、自力で、危ねえ、倒すしかねえか。
シルバー系装備があれば、結構戦いやすくなった気がするけども、1個か。あいつ？あ、だよね、だよね。オッケー。よし。いやー、ミスった。思いっきりミスってる。これ何？ヘイストじゃない。あー、まあまあ。オッケー。倒し方は覚えてる。よし。あぶね。よっしゃー。よう回避したね。よう回避した。あ、痛い。痛いって。この雑魚はめっちゃ鬱陶しいんで、先に倒しておきたい。ちょっとバカ。回復。あ、ちょっと待って、詰められてる。もうここで2つ使うとか最低だ。やば。うわー、もうマジか。こんなとこでやられる。ちょっと待て、安全地帯のとこまで行かせて。いやー、またコンティニューした。オッケー。いや、倒し方は全然覚えてんだよ。はい。まあね、逃げました。次。いや仲間いないよ。次誰だ、どこだ。あー、はいはい、あの分身するやつ。あ、でここであれだ、ダイオイルが取れる、盗賊はものすごい有利なのよね。痛いって。しゃあ、オッケー、いいね。よっしゃ。痛い。ちょっと待って、ダイオイル準備しといて。一応どっちだ、下か。うまっ。オッケー、いけ。もう雑魚にやられた、マジで。ちょい。おっしゃ。どう？ちょっとは減ったでしょ。いや、でもそこまで減らせてない。もう。よっしゃ。オッケー。皮落とした。おっしゃー。この皮よ。これが出るかどうかによって難易度が、待って、だいぶ変わる。オールベアの卵とか持ってたんだ。そうだ、ノームの人々を救出に行く。でここでだね、ビーストクロークを入手できて、ハンマーとか、ハンマーじゃない、矢とか弓に当たらなくなるんだな。え、ここはダイオイルぐらいよね、確かいるのって。確かこれ必須なのはダイオイルぐらいだよな。 OK。 いやー、ビーストクロークは嬉しい。よし。
いやでもね、動きは悪いと思うよ。20年前やってた時はもうほんとほぼダメージ受けなかったもんね。よし、あと波動拳コマンドがちょっとこれ出しにくいっていうのはあるよね。もう確実に出てほしいところでしっかり出てくれないとちょっと困るんだよな。よし、結構強引に戦うところがあるんで、そこをちょっと注意していければいいかな。危ない危ない危ない、オッケー。いや逃げたんかい。よし、でもこういう戦い方はやっぱあれよね、このアクションの戦い方って基本的には、お、出た出た、囲まれないようにね戦っていくっていう、そういうのを学んだゲームでもあるよな。 OK、 あ、取れないよね、盗賊はこれ取れないのよ。うん、ツーハンドソード系は盗賊取れないの。 OK、 え、ボス？そろそろ。あー、なるほど、もうぼちぼちですな。レジストファイヤー、効果が何だったのか知らんけど、うん、効果何かは知らんけども、まあ一応よく取ってた装備ではあるな。よっしゃー、うん、オッケー。でこの先にグールゾーンがあるんだよな確かね。よし、いやもう結構攻撃力は上がってきてるね、いい感じじゃない。あー、これこっちでしょ、マジックミサイル、そうそうそう、マジックミサイルをために溜め込んでラスボスでぶっ走ってたよね。 OK、 でこのグールが魔法スクロールをよう落としてたんだよこいつが。危ない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 、だから魔法使いとかクレリックで来た時は嬉しかったなこいつは。他のやつで来るとなかなか厄介なやつで嫌いだけども、いやもうすぐ大オイルだよね、速攻大オイル。オッケー、よし、いったか、いや行ってねえ、もうちょいじゃん、終わりそれぐらいだったらもうフィニッシュしてくださいよ、ほんのちょっとだけ残ったね。でもで、ここで買います。イエス、溜め込んだお金をもう一気に、ぶっ破する感じだったよね。ああ、はいはいはい、鍵かかってるんで一度こっちに来て、これ離さんでよかったっけ、とりあえずここに入ればオープンするんだったっけ、覚えてないな。でこのねモーニングスタートね、とこの通販のソード、うん、8000とかしたか、いらんいらん。でここで買うのは、あ、ちょっと待って、使ったからか、回復とライトニングボルトだけよ、うん、あとはいらない。よし、でもってこの後がレッドドラゴンだわ、うん、だからハンマーと大オイル持っていけば OK ね。
よし。あー、ちょっと本当に久しぶりだから伝説の剣取っていいっすか。伝説の剣をちょっと取りたいんですよね。取ろうか。ここにあるよね、確かね。伝説の剣とちょっと取らせてもらいます。うん、ちょっとリスキーだからゲーセンではなかなか入手してこなかったけども、いやいや、これ入手しよう。うん、何回だっけ、100回か200回振れば伝説の剣になるのよ。あ、違う、うん、こんな感じ、こんな感じ。この着地寸前で攻撃していくのね。うん、いやでももうちょっとこれは家庭用なので普通にフリフリしてやっていきましょう。おいし、来ましたこれがめちゃくちゃ強かった。いやでもね、強いには強いけどアイテム欄を一つ圧迫するっていうので、なんか取らなくてもいいなってなってたような気もするけど、いや久しぶりでちょっと取りたかった、これは。うん、これちょっと取りたかったよ。いやこのゲームといえばなんかこの伝説の武器とかそういうやつだもんね。ノー、イエス、行きましょう。ここはダッシュしてこっちまで行かないと炎に巻き込まれて死んじゃうんだよね。いいね、バスタードソードとかあるけどいらない、いらない、ソードオブレジェンドよ、こっちは。 OK、 いや、いらないね、いらないね。よし、いったろ。ハンマーとかでも姑息な手段使わずにもう、いや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 、行こう。よし、オッケー。これでゴリゴリ減らせるはず。危ね。行くぞ。いける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 。いやー久しぶりだけどこれ。いいね。いいね。これよ。これこれ。いやーこういう戦い方をさ、初めて見た時とは感動したね。で、とにかく大オイルは必ず持っていく感じでいいでしょう。あとはいいかな。あー、え、ちょっと待って、溶岩のところだったらアイスソードが手に入るのか。で、こう、いや俺氷行ってた気がするぞ。あ、まあまあ、このソードオブレジェンドだから全然こっちでいいんだけど、あ、ダイオイルだ、ここ。うん、ダイオイル。ちょっと待って、なんかいらんやつと、あ、あ、炎の剣だ。いやでもいらないんだいらないの、この武器持ってると。これ最強だから、これ最強だからいらないんだよな。うん、ノーマルソードもどっかに捨ててこれるならいいけどね。ノーマルソード捨てれないんだよな。いや、めちゃくちゃ強いなんだこの武器。 OK、なんかわけわからんくなってる。オイルよりもシルバーだが、ああ、おお、取るか一応。いい、
これ何があったっけ。いたい。別に持ってるやつないから、まあまあ、いたい。壊れる、これでいいか。あ、で、ボスだ。ボスはダイオイルだね。はい。ちょっと戦いにくい。こんなやつだったっけ。オッケー、よし、どう、おっしゃー、はい、こいつのコツは覚えてる。こいつのコツは、あの、連続で投げないのよ。浮き上がっちゃうから。だからちょっとトントントンぐらいで投げていかないと。そう、覚えてるもんだ。ちょっと待って、ノーマルソード売れないんだよな、確か。そうよね。シルバー、いや、いらん。次のボスはあれだ、幽霊のやつ、ライトニングで倒すとこだ。しゃ、オッケー。アイテムも取っていきたいけども、いや、もうダッシュで行こうか。ちょっとあんま長くやってもあれなんで。あ、こいつだったか。あ、まあまあ、でも大丈夫。もういろいろめちゃくちゃ減らすね。オッケー、終わり。終わらないんかい。場所悪く、出た。欲しいやつ出た。これ、ロッド・オブ・ライトニング。これがないと、あの、幽霊のやつが、ちょっときつくなったんだよね。オッケー。これがあると、ライトニングの火力が上がるんで、倒せるんだ。オッケー。よっしゃ。おい。で、レジェンド持ってるんで、痛い。ガーゴイルも速攻で倒せて、いいね。ずっと待って。アイテム拾うモーションになって、攻撃できてない。すごいね、コボルトを2発で沈めるんだ、ここ。痛い。いや、下手くそ。はい。あ、でも、いいアイテム出てきてくれたね。トラップあったよね。で、ここは、何かあったよね、ここって。何が、危ない。雷の剣かなんか。いらない。OK。まあ、寄り道せずにさっとクリアしちゃいましょう。いけ、うおー、すげえダメージ。3発ぐらいでいけない。いや、3発じゃ無理か。よし、オッケー。そう、ライトニングの杖を持ってると結構余力を残したまんまいけるから、あとあと結構楽になるんだよね。でも、あれが出るかどうかは運だから。ちょっと待ってよ、ハンマーの方が良かった気がする。 OK。 ここは普通の戦闘が続いてるだけね。よっしゃ。いや、もうレジェンドあるから、もうここら辺は余裕だわ。いや、ダッシュがちゃんとできてない。よし、OK、いいね。いらない、もう
ヘルハウンドから欲しいものは何もない。あ、むしろもうライトニング、いやいや、ライトニングはなんか持ったまま行ってたような気がする。ブレスレットに変えてもいいのか。確かブレスレットが近接火力アップだったよね。いや痛い。はい、まだか。意外とここ長かったけど、長い長い、ここ長いわ。はい、ちょっと攻撃ボタンを長押しする癖があるな。そうするとキックが出ちゃうので、痛い痛い痛い。でもこれ点数を、あー、やーべえ、痛い痛い、めちゃくちゃ食らいすぎよ。多分レジェンドを持ってるからだいぶ油断してるんだろうね。あとはまあ逃げとくだけでもクリアにはなるんでいいんですけど。よし、終わり。あーでも HP ないね。使う？回復アイテム。しゃ、待て待て、あれ、あ、あれ、ここ何もなかったか。メダルね、いらんメダルいらん。危ない危ない。レジェンドだからそのまま戦っていけるか。寄せてから戦おう。痛い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 。オッケー、この武器さえあればこいつ雑魚だもんね。もう真ん中入らんでいいか。うん、回復アイテムもだいぶあるんでもういいさ。ハンマーだったよね。ハンマーブスブスブスってやった後にダイオイルだよね。ちょっと待てよ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 。いった OK。 やぶ、嘘、 OK、いけたいけた、もうもうもう勝てる。嘘、全然減ってない。ちょ待って待って待て、これやば。よし、はめる。オッケー。あ、いや、なくなった、マジか。これ次のボスきついぞ。次きついな。いや、まあこの装備だったらいけるかな。一応まあ次最後なんで買えるだけ買っていこう。いやー、ここきついかも。危ねえ、痛い痛い痛い。ちょ待て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 、おーい、あっ、ちょっときついな。よし、いって、いた、ちょ待て、よしよしよし、ちょ待て待て待て、よし、オッケー、いける、よっしゃい、オッケー。ちょっと待って、取らせて。ライトニング取ったら多分キュアを落とすんで取りません。ではラスボス頑張っていきましょう。よし、
オッケー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 。いやー懐かしいな。あっぶね。ちょ待って、よし、しっかり避けて、しっかり避けさせて、あ、OK、 すごい突き出してくれた。おお、そんなに減らしてないぞ。でもいっぶね、危ない、ちょっと回避ができない、うん、しっかり回避してくれ。いやコントローラーが難しい。あ、うん、もうちょっと遅く使って。いや、うわ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 う、お、終わりだよ。もうもうもうフィニッシュ、オッケーいやー、いやでも久しぶりにして、うん、これぐらいでクリアできたってことはまあいいでしょう。いやー面白い、久しぶりにするとすっごい面白い。はい、ということで今日はダンジョン&ドラゴンシャドウオーバーミスタラでした。別のキャラでもまたやるかと思いますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。